めくんの唇、甘い。すべてはあれから始まったんだよな。そう、まさかこんなに効果があるなんて思うわけがないよな。ミサに惚れ決め薬をもらったけど。あの、体調が悪いの？え？あ、ちょ、あの、詐欺の宮さん？ミサがここに来るように言ったから来たのだけれど、向山君はどうしてここに。その先の宮さん、ううん、めぐみさん、俺はあなたが好きだ。めぐみさんは俺のことどう思ってるの？あ、私は諦めさせて傷ついたところをとか思ったんだけど、はあ、サクシサクに溺れたわね、私としたことが。昨日俺ひどいことをしたよな。ひどいこと？はじめくんの気持ちは嬉しいけど、さすがに昨日の今日で妊娠したかなんてわからないと思うわ。なんかもう呆れを通り越して尊敬の念すら覚えてくるわね。まあなんだかんだとラブラブになれたようで何よりだわ。それじゃあ私は晴れて愛のキューピッドになれたようなので、お役目ごめんってことで。はじめくんのことを何とも思っていないなら惚れ決め飲めるわよね。わかったわよ。飲めばいいんでしょ、飲めば。何よ、私は最近のはじめはちょっとかっこいいかななんて思ってないだからね。はじめくん、男を見せなさいよね。私の彼氏でしょ。はじめ大好き。いい感じでまとまったかに見えた俺たちでしたが、世の中はそんなに甘くなかったわけで。またまたミサったら冗談が好きなんだから、ジメ君に決めてもらえたんならその意向に従うよ。というかさ、はじめはきっとどっちも好きなはずだから、これはもうより気持ちよくしてもらった方が制裁ってことになるのかな。カナメしよう。兄さん、兄さん、起きてください。兄さん、ユウ、おはようございます。兄さん、妹の私がいる限り兄さんに遅刻はさせません。おう、俺もユウじゃなきゃダメだ。ユウのこと愛しているんだ。ユウ。兄さん、兄さん、お願いです。一生忘れられない思い出を私にください。ユウ。兄さんの胸温かい。っずっとそばにいて兄さんを守りたいんです。一本優勝、藤森優。俺はこのままでいいのか。俺は消えてしまうの。ホップストーン。